ようやく RT9 が自宅に届きました。去年の中頃ぐらいから発売されると言いつつ、全然、入荷情報が入ってこなくて、年末になってようやく、島村楽器さんに在庫があるということで、12月30日に注文したら、1月3日に届きました。多分まだ持ってる人少ないと思うので、ちょっとどんなものかっていうのをお見せしたいと思います。ローランドの TR-08 は持っていたんですけれども、909の使い方は全く分からなくて、本当に何も分からない状態です。じゃあ電源入れます。ここに電源、ちっちゃいのが入ってまして、これを押すと電源が入ります。入力の方は、本とこのモノラルの端子がついてるので、ギターのアンプに使ってる、ブラックスターというコンパクトなアンプをライン入力でつないでいます。電源入れますね。こんな感じでカラフルな感じですね。で、マスターのボリュームはここにあって、フォンの、ボリュームはここにあって、一応別々で聞くことができます。モードは、ソングモード、パターンモード、ステップモードというのがあって、プリセットの音が入ってるんで、ちょっとそれを演奏というか鳴らしてみたいと思います。で、まあつまみはこんな感じですね。大きくて回しやすいと。で、バスドラ、スネアドラム、ロータム、ミッドタム、ハイタム、リムショット、クラップ、クローズハイハット、オープンハイハット、クラッシュ、シンバルとライトシンバルっていうふうに、ありますね。ちょっとこれ音鳴らしてみましょうか。ですね、スネアの音、ロータム、リムショット、クラップ、まあおなじみの音ですね。で、ハイハット、クローズハイハットで、オープンハイハットですね。よし、ライトシ、個人的にはこの909のオープンハイハットの音がすごい好きで、これを自分で鳴らしたいがために買ったようなものです。いいですね。まあもちろんこうつまみを回すことによって音がいろいろ変えられると。ソングがですね、プリセットで、多分15個ぐらい音が入ってるんで、ちょっとそれを鳴らしてみますね。じゃあ次、2番目ですね。3番目。
バスドアだけですかね。5番目。6番目。7番目。8番目。9番目。10番目。11番目。12番目。13番目。14番目。16番目。これはこれと一緒かな。1番目と。こんな感じで、プリセットでまずいろんな、サンプルが入ってるっていうことですね。で、パターンはまずソングを選択して、パターンを切り替えて、ソングに使ってるいろんなパターンが入ってるっていうことなんですかね。じゃあ3番、例えば。このパターン。という感じです。本当にちょっとね、まだ使い方が全く分からなくて勉強しなさいということですね。ちょっと説明書を持ってきます。これが一緒についてたクイックスタートガイドという説明書なんですけど、日本語版の説明書ですね。まあ非常にシンプルです。一応各ボタンの説明とかは書いてあるんですけど、もう本当これだけで
じゃあこうやって入力してパターン作りましょうとか、っていうのがちょっとね何も書いてないんで、まあこれは使いながら覚えるしかないなと思っています。今回は RD9 に入っているソングのパターンプリセットをちょっと簡単に説明しましたけど、まあ、ちょっとこれから使い方を覚えながら動画で紹介していければと思ってます。